急ぎすぎた。え？ちょ、待て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 、トカゲは無理。お母さん、部屋に大きなトカゲが。今いないんだった。王さんはこの私、ジェンナ様と妹のザネリじゃ。普通じゃん、給食とか。そりゃ給食は出されたから飲んでたけど。私はバレエのために牛乳飲みまくってもっと身長伸ばすんだ。一言も話してくれなかった。何がいけなかったんでしょう。嫌われてる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 。いつも言ってた、自分は国のみんなに生かされてる、だから戦うんだって。私もそう。私なんかのためにたくさんの人が命を投げ出してくれた。でも思う、曲がり角の向こう風の中、新しい、ごめんな、本当に本当にごめん。でもいっぱい心配してくれてありがとな。お前のおかげで元気になった。ありがとう。